やハロー、どうもこんばんは、マジラジオ芸人浜田です。ただいま1月23日日曜日の午後6時5分ですね。さあ今日うちの母は仕事ですので、今グレンラガンの15話見てアップして、16話総集編ね普通に見終わりまして、さあここから17話です。でこの次は21話から撮影していきますんで、18、19、20話は普通に見たいと思います。はい、では自己紹介簡単に、僕はマジ大道芸人浜田と言います。一生瓶乗ってジャグリングしてハーモニカを演奏してタンバリンを叩く、世界唯一の技の持ち主、はい、この本の著者です。普段子供たちの前でショーしてますが、もう現在コロナの影響でほぼ2年、約2年、何言うてんねん、ね、もうほぼほぼ無職状態、貯金だけでなんとかやりくりしてます。で今この約2年ね、もうほぼこの毎日休まずこのアニメリアクション活動ね YouTube で頑張ってます。決して趣味遊びでやってなくて本気で挑んでるんでね、ぜひとも応援お願いします。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ SNS 各種 PV プロフィールなど全て説明文にまとめてるんでぜひ見てください。はい、そして過去のアニメリアクションは再生リストに作品ごとにまとめてます。今年9月ぐらいにはでかい発表があるかもしれません、お楽しみに。では行きましょう。17話 D アニメストアです。3、2、1、スタート。あ、オープニング変わらへんのね。あ、大人になったね。なんか次回、7年後とか言ってたもんね、次回予告で。あ、ギミーとダリーが子供生まれてるやん。誰？あ、キヨかな。何や今の悪いニアみたいな。7年経った世界ね、こっからが。神とカミナシティ、あ、人間たちの都。うん、カミナの石像。あ、ここじゃない状態。うん。あの温泉にね、案内したらおじいよね、これって。ニアが大人になってね、髪のボリュームがすごい。ニアの料理まだ下手な、7年経ってて。あなたは何も分かっていない、これ気になるタイトルよね。誰のこと言ってんの。あ、今度宇宙目指してんの。
ヒーローも何も変わってへんの。法務局長なの。去っていったメンバーって誰やろ。村長。お村長。なんでこんなキンキラキンなってんねん。こんなんダヤカとキヨが結婚したのか、結婚というか。はあ。あ、ほんなんここ一般人としてのプロポーズ？シモン。あ、あの時の宝石やな。いいコケっぷりやな。意味が分かってないのね。
は何も分かってないってここか。しかし7年でこんだけ発展したのね。あ、カミナシティか、ちょっと逃してたわ。ようこどっか行ったのね。出てこへんな思ったら。ようこほなもう出てこへんのか。反政府ゲリラ。ビラルやん。反政府軍がおんのね。ギミ。おダリ。ここ二人が戦ってんのか。これビラル捕虜なのか、ほんなら。
100万超えたらどんなすんの？ねえ、ロシュー野村と一緒じゃないか。ああ、ここでサブタイトル解消きた。なんやこれは。これはなんや一体これは。そうなの？誰やこれ、ほんで。これ何これ、シモンに秘密で。あれ今のは。ブータまだ生きてねえな。あれちょっとあの黒の4兄弟の一番下の名前が急に飛んだ。え、キヨ、キタン、キヨ、キアル。あ、生まれたんや。これかオープニングで映ってたのは。アンネってアンネのアンネかな。なやこれ。え？顔面？なにこれ。わあ。なやこれ。これが月からの使者？え、もしかして今のアンネで100万人目ってこと？何が起きてん？携帯。あ、キノンや、一番下。あ、そうなん、顔面ないのもん。ほんまやね、なんかね。グレナガン来た？指紋来た？
おお。くしも一人？ほら、7年ぶりってことか。楽な道を行く。通したね。何やこのキラキラは。うわー、むちゃくちゃなったやん。これ相当死んだな、これは。これ何やねんこれ。似合うよ。戦力危険レベル？何やそれ。あ、エンディング変わった。はあ、意味が分からんな。アフロマニア、どんな名前やねん。アフロマニア。カスタマイズはこの世界の謎。はい、まあ7年経った世界でね、スタートしましたけれども、まあとりあえずまずダイアカと、キヨウが、まあ、結婚したわけね。ちょっといまいちあのさえキヨウキアルキノンやね、順番。ちょっとその辺キャストなんで確認を 自信がない。キタン、キヨウ、キノン、キアル。あ、キアルが一番下か。で、相変わらず、あれね、ギミーのはあれけど、
ラリーがないね。うん、まあほんで、まあとりあえずビラルは捕虜として、反政府軍の捕虜として確保された。捕虜じゃないか、裁判にかけるって言ったもんね。で、ビラルが言うには、地下にいた人たちも無理やり上に引っ張り出してきたことは、螺旋をとやったことは同じとちゃうんかいという話で、まあそれは、シモンは知らんかったということね。まあまあとりあえずちょっと戻りますけども、あのニアへのプロポーズ断られて、あのズコーってこけた、あのキオと、あれはキアルかがおもろかったです、うん、でまあダヤカに、ダヤカとキオに子供が生まれたアンネが100万人目やったってこと。生まれた瞬間に月から死者みたいなの来たから、あれが100万人やったん、100万人目やったんかな。でロシユはロシユで、あれ多分シモンたちに内緒でなんかやってんのかな、なんか調べてんのかな、何月調べてたんかな、ちょっと忘れたけど、うん。でまあもう街ズタボロになりましたな、いきなり相当数の死者が出たと思うけど、あとニアにいきなりこうなんかピラーってなんかねえ、なんか赤い迷路みたいなのがブワーなって、どこに消えたんか思いきや最後なんて言ったっけ、ちょっと忘れたけど、まずなんか螺旋のなんたら危険レベル2になったから 人間を相当するどうのこうの言ってましたね。なぜニアが、ああ分からへんなこれは、うん、なるほど。シモンが何も分かってないってね、ロシー言ってたけど、なんなんやろうな。まあとりあえずあの取るべき話数は次21からなので、まあ、18、19、20はまあ普通に見たいと思います。はい、ということで、グレンラガン17話でした。よかったらチャンネル登録高評価ぜひともお願いいたします。よかったらシェアとかもねしてやってください。はい、でもう一回続きますと、僕の詳しい自己紹介動画、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなどすべて説明文にね、ありますんで、ぜひ見てください。もう仕事の依頼、いつでもお待ちしてますんでね。今のところ1月はもうね、コロナでキャンセル、5日前にキャンセルになりましたからね、1本だけあった仕事。2月も今のまま行くとやばいです。3月も、60分ショー1本決まってたのがキャンセルとなって、はい、今無収入地獄続いてますんで、なんとかね、この YouTube で僕を皆さんに知っていただいてね、また仕事の依頼をいただければなと思うんで、僕はちょっとメンタルボロボロになってましたけども、自分がね、信じる自分を信じると。あとはこうやって見ていただいてる皆様の僕を信じる、僕を信じようと思いました。グレンラガン見ててね。はい、ということで、応援よろしくお願いいたします。以上、マジラジオ芸人浜松でした。ありがとうございました。